豆柴は、キムソクウォンラによって生み出された、伝通のオリジナルキャラクターである。食事をしようとすると、豆を使用した料理の中から、豆柴が突如現れ、品が良いとは言い難い、豆知識を披露するという30秒 CM。2008年3月1日から放映開始。豆柴の声優は、当時5歳のジョジが担当した。豆の CM ではなく、 豆柴自身のブランディング CM である。電通によるアニメビジネスの延長としてオリジナル開発したキャラクターをマルチ活用するという新しい試みとしてスタートした。公式サイトによれば豆柴は犬でも豆でもないとのこと。様々な豆類の豆柴が登場している。さらにはムンクの叫びのような顔をしたムング豆柴のような豆以外がモチーフのものもいる。 豆柴の赤ちゃんバージョンである、ベビー柴や、それが、フルーツやスイーツのかぶり物をしたものも登場した。2008年11月21日に、キム・ソクウォン、渡辺翔子によって絵本、豆柴枝豆柴とアラスカの冷蔵庫が出版された。モフモフにも登場したことがある。豆知識の内容は、金魚はもともと船で、最大で、体長は59センチメートル、重さは、 約3キログラムになる。テレビ CM は、電通担当枠のスポンサードネット番組で、パーティシペーションとして放映されている。特に、テレビ、東京や TBS では、週替わりスポンサーで放送されることが多いが、日本テレビ、テレビ朝日、富士テレビでは放送される頻度が少ない。なお、CM の最後には、画面右端下に、テレビドガッチのクレジットが表記されている。 CM 第一期は、ねえ知ってるから始まる、豆知識編で、番外編を除き二十0話制作。下記にもあるように正しいとは言い難い豆知識もある。2010年末マイナス2011年には、ベイビー芝が主役の CM が展開。2011年12月よりのキャリーパミューパミューが出演する、豆シパミュパミュ,ーパミューの CM が展開。2015年10月より CM。 豆柴学園を放送。こちらは第3話までアニメーション以降はモーションコミック。書籍コミックこのシリーズの豆柴は豆柴先生と呼ばれている。ゲームコミックコンシューマーゲームソフトが2011年10月27日に日本コロンビアより発売。ゲームソフト以外に豆柴を題材にしたモバイルゲームアプリが各プラットフォームより配信された。 YouTuber ーーブングのアニメとのコラボ CM。オブングのアニメからはオブングさんとプリーンさんが登場している。YouTube チャンネル豆バチャンネルで公開されている。かわいい顔で毒を吐く豆柴。豆バ仕掛けた伝通の意図は何日経トレンディネット。日経 BP 社。2008年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年2月3日閲覧。 テレビ、東京系列の場合、主にアニメ枠を中心に CM が流れている。また同局では、ドラマやバラエティ枠でも流れることがある。TBS では、ドラマやバラエティ、アニメ、情報番組などの週替わりスポンサーにつくことが多い。日本テレビ系列では、読売テレビ制作枠で週替わりスポンサーで放送されることがある。またテレビ朝日系列では、 日曜朝6時30分枠のアニメ枠において、不定期で放送される。フジテレビ系列の場合は、キリンチャレンジカップなどのスポーツ中継で流れる程度で、他の番組では CM の扱いが他局より極めて少ない。豆柴の公式サイトは、テレビドガッチのサイト内に設けられている。ファミ通ゲーム白書2013保管データ編、エンターブレイン2013年。 2016年3月14日閲覧。その他、新日本から発売された、ラインスタンプには、天山、小島、長田、内藤、武士、下道、SS マシン等をモチーフにした豆が登場する。ありがとうございます。